待ち焦がれた玉褒めはすでに中子の孤独で人格が変わっていたのでございます。何もかも忘れてしまった玉褒めはタスキと激烈な戦いを繰り広げました。宮家様はチチリの術によって結界を破り江南国に戻ったのでございます。さよなら玉褒め。玉褒めの心の奥に中子の術でも消えない宮家様の記憶が残っているのでございました。ほとほり事の次第をチチリから聞かんとす。巫女の毛が玉褒めによるものと知り驚愕す。今申したことは確かか、チチリ。玉褒めはもう戻ってこない、そう申すのだな。宮家のあの腕の怪我も玉褒めが。とても信じられぬ。陛下、人を内部から操る呪術、多分玉褒めは孤独を飲まされたのだと思います。しかしそれは自分にも治せません。孤独、それで宮家は。私、玉褒めとさよならしてきたの。なんということなんだ。よし、これで大丈夫だ。ありがとう、ミツカケ。タスキもちゃんと直してあげてね。いや、ともかくゆっくり休め。あの、何か宮家さんの好きな曲吹きましょうか。何突然。いいから何かリクエストしてください。じゃあね、ビーズとチャゲアンダースケとドリカムの曲なんかいいな。それどこの民族音楽ですか。死んだらどないすんねん。肋骨3本と左腕左足骨折、全身打撲と捻挫、おまけに深爪。これで生きてるんだから何をしても知らん。私の力が回復したら治してやるから。人を人間やないみたいに抜かしやってん。そや、宮川はどないしたん。治癒力で先に治しちゃったんやろ。体の傷は治せても心の傷は治してやれんからな。気にするな、チリコ。ほとほり、ごめんね。スズク、呼び出せなくなっちゃって。そのようなこと。そんなことより、お前は大丈夫なのか。うん。腕なら見つかけが。いや、そうではない。何よ、みんな深刻になっちゃって。やだな、私平気だって。玉褒めのことはもうどうしようもないし諦めたもん。全然大丈夫。無理しなくてもいいのだよ。無理なんかしてないもん。平気なわけないではないか。お前は玉褒めと。いいの、平気なんだからほっといてよ。もう一人にして。私だって一人になりたい時があるんだから。じゃあ、宮家、私たちも。ほ
道堀様。私は自分の無力さが情けない。あんなに傷ついている宮家に何と言ったらよいのかわからなかった。無理に笑おうとする宮家がただ痛々しくて。だがたとえ私がどんなに慰めても宮家には何の気休めにもならんのか。大丈夫？玉褒め。ああ、まあ、かすり傷だからな。それにしても、もう少しであのタスキってやつをやれたのに。チッ。タスキとチチリを倒せても、宮川は殺せなかったんじゃないの？何言ってんだ、お前。だって、じゃあ、あの涙は何だったの？宮川に別れを告げられたからでしょ？あ、玉褒め。言ったろ、俺はお前のものだって。確かに今の玉褒めは私のものだ。でもこの玉褒めは。さようなら、さようなら玉褒め、さようなら。悪い、ユイ。なぜだ、なぜ急にあの女の顔が。早くあの女を始末しねえと気が収まらねえ。あんな冷たい言い方しちゃって。どうしたらいいの、これから。もう玉褒めもゆいちゃんも戻ってこない。スザクも呼び出せない。元の世界にも帰れない。あ、玉褒めが使ってた部屋。私みたいな雨ね、鬱陶しいったらありゃしない。ミヤカ、お食事持ってきたわよ。とびっきり美味しいの作ってもらったから。ミヤカ、ミヤカがいなくなっただと？それはまことか？どこにも見当たらないんです、この書き置きだけで。まさか、宮川。いいか、宮川。そんな妙な本に二度と近づくな。お兄ちゃん、言うこと聞かなかった罰だね。お母さんにはもう一度会いたかった。でも、もう戻れない。私には、もう行き場がない。死にな。玉褒め。宮川。玉褒め。玉褒め。
子なのか答えて。ごめん、ここなの。ミヤコ、ミヤコ、ミヤコどこだ。ミヤコ、通り様の。ミヤカ、死ぬな。死んではならぬ。スザク、我に力を。私はどうなってもいい。ミヤカ、お前を生かせはしない。ミヤカ、あれは。大丈夫、生きているのだ。よかった。ミヤカ、おとほり、もう大丈夫だ。ミヤカ、助かったんだよ。私、なんで？あ、私生きてる！なんで？あ、そんなに元気なら安心だな。かすかに覚えてる。気を失う前に叫ぶ声。あれは？ミヤコ！青い顔してる。助けてくれたの？あんなこと言った、私を。ごめんなさい、ごめんなさい、バカなことして。もういい、ミヤカ、もう泣くな。私がそばにいてやる。私が一生お前を守ってやる。私と一緒になってほしいのだ。私はずっと耐えてきた、お前への思いを。でも、もう抑えたりはしない。玉骨のことも忘れさせてみせる。愛している、ミヤカ。おとおり、私、ここが江南国の都か。今度こそ息の根を止めてやる。覚悟しな、朱雀の巫女。おとほり、私はずっとお前を愛してきた。お前は？私はお前に愛されたい。私は、ごめんね、私まだ。ああ、無理強いはしない。ゆっくり考えてくれればいい。そばにいるから安心して休め。温かい手、優
優しい声。おとほりは本当に私を思ってくれてる。ずっとしてて答えてあげなかった。彼の気持ちに答えてあげなきゃ。それが一番いいんだ。そうすれば忘れられる。きっと忘れられる。おとほり様、素敵だったわ。これをこうする。あー、どうしましょう。塗り子恥ずかしい。私も溺れてみようかしら。そのまま溺れ死ぬんがオチや。でも玉褒めさんが戻ってこないと朱雀は呼び出せないんでしょ。どうするんだろう。よし、交代だ。どうした。うわっ、玉褒めを江南国へ行かせた。どうして。彼が自ら望んだのです。俺は朱雀の巫女を殺す。ついでに朱雀七聖氏、特にほとほり、再否定も始末してくれればと思いまして。幸い彼は朱雀のものだ。結界を張られても何の関係もない。嘘。最初からそのつもりで彼を利用する気だったくせに。心外ですな。私はあなたのために彼を手に入れたのですよ。すべてあなたを喜ばせたいがため。あんた、私が本当に喜んでとでも思ってるの。そうだった、ほとほりが。ああ、びっくりした。ずっとそばで手を握っててくれたんだ。やっぱ寝顔はあどけないな。この人だったら本当に好きになれるかもしれない。ほとほり、あのね、さっきのことだけど、私ほとほりと。陛下、宮廷内に賊らしき者が侵入した模様です。賊？何者だ？それが、兵の話によりますと、朱雀七聖氏の玉褒め様だと申すのです。玉褒めが、まさか、私を殺しに。おとほり？おとほり、何するの？ミヤカ、お前はことが済むまでここにいろ。よいか、誰が来ても開けるな。お前は私が守ってやる。大丈夫だ、すぐ戻る。おとほり、まさか。おとほり、待って。ミヤカ、お前を傷つける者は誰であろうと容赦はせん。たとえそれが天に定められた仲間であっても。ねえチリコ、待ってよ。本当に玉褒めが？確かが多い。本当です。兵士たちの話を偶然聞いて。朱雀の巫女はどこに？玉褒め。どれ、証拠でもなく。朱雀の巫女を亡き者にせんがため江南国に現れた玉褒め。巫女を守らんとす朱雀七聖氏と対決せん。お前らに用はねえ。朱雀の巫女はどこにいる？玉褒め！おとほり様！朱雀の巫女には、ミヤカには指一本触れさせぬ！どうしてもというのなら、私と戦え！玉褒め！
心を操られ中子の死角となり果てた玉褒め、もはやほとほりは全力で玉褒めを打つしかなかったのです。死に臨んでなお宮家様への殺意を捨てぬ玉褒めの凍てついた心を溶かしたのは宮家様の唇の感触でした。次回、二度と離れない、目覚める時信じる心がそこに。